夢、森外。カントが、発狂の海底だと恐れた夢を、自身に研究することに再び着目したるは、ニューヨークのジュリウス・ネルソンです。すでに記録した夢の数は4000あって、短いのは1語で移され、長いのには100語を費やす。ネルソンは、夢を区別して、晩夢、夜夢、 朝夢の三としたり、晩夢は疲労の日に次ぐもので、大抵日行の継続から虎儀師の結末を示し、昼間評価の儀をなし、言うにもこれを夢見ついにこわばる。冷める時には筋肉の激動をし、または共感す。夜夢は日韓神経の死傷興奮に次ぐ。火災の後に炎火の登るを、 天山をなす後に南符号の出るを、聴覚の後に音響を夢見る。飲酒はこれを促す。朝夢は安眠の間に貧血になっていたのが充血するの結果、その充血の少ない時には後でわずかに夢を見たと思うのみ。充血が多ければこれを記憶す。およそ夢の中で面白いのは朝夢で、平然忘れてしまった 末なことが思いもかけず浮き出し、さまざまに変化せられ、不縁せられ、相馬灯のごとく、激部の場面のごとく、時間も空間も宝珠自在となり、渓谷の間に数十年のことを別件するは、一人、簡単の枕によるばかりではなし。次にネルソンは、夢機の淡幅で、夢の激液を図り、これを子に作ってみたに、 二十三日ごとに古戦が頂上する。二十八日は、すなわち、退院歴の月に当たる。しかし、真の月輪満期には関係せず、ネルソンはこれをもって、ハムモンドのかつて信じた、男子月景カタメニア・マスクリナの名称と言えり。この身長は、また一年の中にも見えて、三、四月の古戦は、最も低く、 11 12月は最も高しアメリク・ジャーナル・オブ・サイコル =I3 これと趣を意にしたるものはニッツァーの人マカリオが病人の夢の研究なりいまだ息を越えて指揮会に入らざる通訴婦人なども眠っている間休む調停作用のおかげで夢に現れるすなわちいわゆる病調無 プリモニトゥオブシュタイムなり、両足が石になった夢を見た後から、脊髄的の両下脚麻痺が起こり、夢に犬に噛まれたと思ったところに、後で羊が現れ、右の腹に刀を刺された夢をたびたび見た後で、観能陽が知れ、腹の上へシチが降りた夢の後で、腸チフスが発し、陳敵医師の夢はしばしば、 真の呼吸困難に先つ。また、発狂前にも、種々の夢を見る。その他、すでに発した病は、章に従いて、夢を追ことにす。憂鬱家の夢は悲しむべく、創狂家の夢は誇張し、地狂家の夢は、基礎にして氷骨たり。ひぼこんでるの夢と、ヒステリーの夢は、多く、自分の身を苦しめ、心臓描写の夢は、 短くして、冷めるときには、瀕死の苦あり。小児の腹中に虫湧くときは、睡眠中、驚き寒ること多し。陰部の死匠と、老人のレウマチス性抗がん炎の夢は、わいせつにして老生す。また、硫黄病の処女はいつも心臓の総鏡を聞くためか、その見る夢は、海の波の音、風のそよぐ音。 ウグイスのしばなく声などなり。ガスメドゥドゥパリス。千八百八十八年。千八百八十九年。